障害部管理課長の井上でございます。私4月になるまでは障害者福祉課長をやっておりましたので、その関係から障害者福祉課長として携わっておりましたので、私が説明することになります。これ非常に大きな法律でして、本当に障害者福祉政策戦後の中でもかなり重要な中身になっています。いろいろ分かりづらいところもあるので、簡単に、要するにこの法律って何なのってイメージがちょっと湧くようなご説明をさせていただきたいと思います。で、そもそもなんでこんな法律ができたのかっていうのは、やっぱり障害者差別を解消するということは、障害者差別があるからなんだということだと思います。で、なかなか差別、障害者に対する社会の対応というのは、国際的に見ると、やはり日本は遅れてはいないんですけど、やっぱり北欧とか先進国に比べると、やっぱりちょっと考え方がまだまだの部分はあります。そういう中で、平成25年に、この法律は施行されたんですけど、その施行に至る過程としましてですね、やっぱり国際的な条約というのがございまして、国連総会で2018年に障害者権利条約、これは子どもの条約とかいろんな条約とか国際条約ですね、こういう取り組みをしましょう、差別解消のためにしましょうという、これは国連で何か国家の同意を得られた発行、成立はしたんですけど、その中で大きなところで言いますと、障害者基本法という障害者の政策を決める大きな法律があるんですが、この中に障害者差別という概念と考え方がなかったんですね。これは刑事条約と同じように、何が差別で何がいけないのかというのを法律に明確に盛り込んで、これをなくしていこうということを言ったようになりました。また障害者自立支援法、今総合支援法と言いますけど、障害者差別の法律、障害者サービスを提供する法律なんですけど、まだまだ費用負担の面とか使い勝手、いろいろ難病という病気が対象になかったり、いろいろ発達障害もなかなか不十分であったり、そういうのがこれを直していく。で、障害者虐待防止法とか、虐待をなくすためとか、あと雇用促進法といって、障害者をどんどんできるだけ雇っていくような、そういう法律の整備を重ねた結果、25年6月に最終的な締めとしてこの法律ができて、この法律が成立したおかげで、国際条約に参加することができるようになった。そもそも、何なのか、この法律の趣旨は何なのかということを一番大事なところをお説明いたします。で、パンフレット見ていただくといいんですけど、差別解消法って法律が、最初は差別禁止法にしようかという話もあったんです。で、禁止と差別解消の違いは何なのか、禁止ってことはやっちゃいけないわけですから、道路交通法みたいなものですね、駐車禁止と同じです。やったら罰則があって、やった人は罰せられていけないこと。これはもちろんやったことは差別はいけないんだけど、罰するんじゃなくて解消しよう。健常者も障害者も一緒になって、世の中にまだ残っている差別をなくしていきましょうという法律なんですね。だからここには罰則規定ではないんです。で、やはり当初障害者団体の方からは禁止法にすべきだという意見もありました。でも最終的にはお互い健常者と障害者が対立するんじゃなくて、一緒に、なくしていこうという前向きの法律なんで、そういうのをやめましょう、差別解消法ということになりました。まず差別解消法というからには、何が差別なんだということなんですね。障害者差別なんです。一番分かりやすいのが、障害者だということだけの理由で他にとりわけ理由がないのに差別をする、また新たな条件をつけるとか、そういうことですね。見ていただくと、不当な差別的な取り扱い、ここにちょっと書いてありますけど、チラシに書いてありますけど、障害者でなければ普通つけないのに、障害者だけで、障害者というだけでも、合理的な理由があればいいんですけど、そうじゃないのに、いろんなでつけると。例えば、ここに書いてあるまでですね、スポーツクラブに行ったとして、別に心臓に疾患があったり、身体に危険があるわけでもないのに、ちゃんとジムの機械を使えるんだけど、あなたは障害者だからということで、危険だと思ってリスクがあると勘違いして、もうダメですよと最初からお話も聞かないように、門前払いしちゃう。これはもう差別ですね。これは今までもある意味古典的といいますか、皆さんが一番分かりやすい差別だと思います。あと不動産屋さんに部屋貸さないよとか、そういうやつですね、これはもう今もたくさんあるところです。それともう一つの今回の法律では新しい概念、
があります。これがすごく難しいんで、もしこれだけ今日分かっていただければ十分かと思うんですけど、合理的、一枚見ていただくとこっちに書いてますけど、合理的な配慮の不定義、合理的な配慮をしないことが差別になるんだって言い方してるんですね。で、これがすごく難しい言い方なんですけど、合理的配慮って言い方はあんまり日本人にしないんですけど、なんでこんな言い方するかというと、これは先ほど言いました国際条約で英語で作ってますから、それの訳なんですよね。まず合理的配慮って障害者が抱えている障壁とか障害に対して配慮するということなんですけど、まずこの法律はですね、障害者が日常生活でいろんな不自由がありますよね。道路の段差なんかもそうなんですけど、さっき言ったこういう差別とかもあるんですが、そういう社会生活で健常者だったら我慢しなくていいようないろんな制限を受けている事実が、だけどそれっていうのは障害があるっていうだけではなくて、その障害を受け入れている社会の方にも問題があるんじゃないか。要するに問題というのは障害者だけの障害に原因を突きつけるんじゃなくて、社会と障害の相対的な関係の中によってお互いに生じるものという考え方があるんですよね。これが社会モード連接と言われて、社会福祉の中ではこうやって国際的なスタンダードの考え方なんですけど、でこういう考え方がまず基本にあって、だからここでいう障害者が我慢しなきゃいけない社会的な障壁っていうのは、こういう関係の中で生まれてくるものだと。でそれはハードの部分の道路の段差だけじゃなくて、世の中にある制度とか観光とか全てのものがこれに該当します。その中でこういう障害者がこういう不自由しているわけだから、障害者がこの社会的な障壁を、障害者が直接ですね、我々第三者に対してこの社会的障壁を取り除いてほしいという要求があった場合で、これを受けた我々がその負担が過重でない場合、そしてその目的の達成する範囲内で前向きに取り除くための努力をする行為を合理的配慮といって、これをしないことを合理的配慮と不定価。要は障害者の方々から、例えば道で段差があって車椅子で通れないと、でちょっと申し訳ないんですが段差のために助けてください、それは車椅子がすごく大きくてその方がすごく太ってて重たくて力がない非常な高齢の方がやれってできないんですね。それはできる範囲にならないんです。そうじゃなくて、例えばそれほど重たくない人周りに何人かいてちょっとでだけスピンすればできるようなことをお申し出されたときに、それはできませんよって言っちゃうことは差別になる。あくまでそのできる範囲で、気持ちとしてやれる範囲で一生懸命前向きにやる行為をしなさいよということ。今の言い方はすごく抽象的な言い方で、じゃあこれは合理的配慮に不定期を当たるか、これはどうなの、みんな個々の事情によって違います。一概に言えないんですね。いろんな状況、障害の状況によっても違うし、その申し出を受けた方の状況によっても違うし、例えばよくトラブルなのはお店なんかに行った時に、この前もおとたくさんですか、レストランが上にあって車椅子を上げてくれって言って言ったけど、そこは零細的家族経営的なレストランで、厨房に立つ人と従業員1人ぐらいいなくて、しかもランチの忙しい時で抱えてあげるってできなかった。でもそれが差別じゃないかって言われたんだ、合理的配慮の不定期だっていう話になってる。ではそうは言っても2人しかやってなくてランチの一番忙しい時にできるのかって言うと、それはできないんですね。でもそれが例えば何人か従業員がいてそれほど忙しくなくて前もって予約を取ってるんだったら2階に車椅子を上げてあげることはできるわけですね。これは合理的配慮できるわけだから、同じ車椅子を2階に上げるという行為であってもその状況によって合理的配慮の不提供に当たるか提供に当たるかはケースバイケースですね。まあ、法律はそういうことがあるので今後いろんな例を作りながら、盛り込んでいきますよ、事例を挙げていきますよということで言ってます。一つご理解いただきたいのは、古典的ないわゆる障害を理由とした差別と新しい概念、権利条約から導かれている合理的配慮の不提供という考え方があるんだと。でこの講談の方をちょっと頭に入れていただきたいと思います。でこの法律は誰を対象にしているのかということなんですけど、まあ訴える当事者としては障害者の方ですけど、障害者という言い方しても非常にいっぱいあります。我々一般的に考えた障害者って障害者手帳を持ってる人っていう決めがちですけど、法律は手帳を持ってる人とは書いてません。こういう障害によって社会的障壁によって不自由をしている方と書いてあります。当然手帳って
取らない人もいます。もっと言うとお子さんなんかの今増えている発達障害なんていう病気の、疾病とか障害の場合は親御さんがやっぱりレッテル貼られるのが嫌なんで意図的に取らない方もいらっしゃるんですね。でまた難病は医療助成制度があって医療費は出るんですけど難病手帳というのはないんです。パーキンソン病とかいろんなありますよね。リウマチなんかもそうなんですけど膠原病とかああいう病気あるいは医療助成制度があったり手当は出ますけど難病手帳というのはないんです。だけど障害者福祉のサービスに受けられてヘルパーさんが派遣できたりいろんなことできるんですけど手帳の対象ではないんですね。あと精神の障害の方も、精神福祉保険手帳ってあって手帳はあるんですけど取らないこといっぱいいらっしゃるんですね。だからここでいう障害者っていうのはもっと幅が広くて要するにご自身が障害を理由に社会的な参画を阻まれている不自由している方を広く捉えますので手帳取得者だけということではないです。それでは実際かなり手帳だけでも見てもですね日本全国で言いますと大体787万人いらっしゃってこれ人口比でいうとね約 6% ぐらいが何らかの障害を持ちだということなんですね。でこの数は増えていってます。なぜかというと高齢化に伴って障害をになられる方も多いのとあと日本は医療技術が進歩してますから今までは不幸にも亡くなられるんですけど、心臓疾患なんか今ペースメーカー入れたりいろんな内部疾患外から見えない人ですけどそれで障害者になられるっていっぱいいます。我々もいつになるかわからない。外から見たら本当に健常者なんだけど実は内臓に疾患を持っている方がいっぱいいらっしゃいます。そういう方に今東京都ヘルプカードとかヘルプマークとかこう分かるやつをつけて電車に乗ってなかなか今それが認知度が問題になっていますけどそういう方がいらっしゃいます。高齢化人口が増えていきますので今後増えていくと思われますしただ精神の障害の方につきましては毎年 10% ぐらい手帳の取得が増えています。これは増えているというより潜在的に今までサービスを利用されなかった方がやはり今社会的にもある程度認知されてきたのでこう自分で制度を利用されてきたと潜在的には確かに増えてはいると思います。ストレス社会ですからでも爆発的に増えているということじゃなくてサービスを利用する精神障害の方が増えているのかなというふうに考えます。それを先ほど言いましたこういう法律的配慮の要望とかあった場合受けて立つのは我々なんですけどじゃあこの法律はどういう方を対象としているかというと2つなんですね。1つは役所とか、あと国の機関に準じるような、地方の機関に準じるような例えば国立大学とか独立行政機関といわれるような独立は行政法人といわれるような行政に近いようなところとあと民間の事業者だここで気づきいただけると思うんですけど個人は対象じゃないんですね。事業者としてやった場合は当然問題になるんですけど個人と一私人として、やった場合それをやらないからってそれはいけないよってことになりますよ。それと役所は当然こういう率先して法律を守らなきゃいけないですからさっき言いましたこれは役所も民間も同じです。差別はもちろんしちゃいけないこれ当たり前です。法律が禁止とか法律はいけないよと。あと合理的配慮は役所はこれは法律的にちゃんと提供しなさいよって言われてますけど民間の場合は努力してくださいよってことでちょっと温度差があります。両方やっちゃいけないんで法律義務だろうが努力義務だろうが義務は義務なんでそうそう変わるものではありません。でこのようなことをちゃんと守らせるために役所の場合国もそうです内閣府もそうだし各省庁も東京都もそうですけど中央区もそうなんですが職員がこれを守るための職員対応要領というのを作りなさいって言われてます。で我々も一生懸命頑張って今年から施行でしたからこれを作りました。でその具体的な例として差別してこういうものがありますよ役所で言えば申請に来た時にこういうことをちゃんとしないと差別になりますよとかお客さんが待ってるのに体が悪いのに席を提供しないとかそういうのはダメですよみたいな例例示とそういうことが書いてあります。でそういうものを作ってもしこれを守らない場合は地方公務員法によって、懲戒処分を受けますよ。これは全職員の方に周知をし全職員に研修を行い、またちゃんと守られるかどうかセルフチェックリストみたいなのを作って窓口でちゃんとこんな失礼な対応ないかこんなことしないかみたいなのを定期的に配って、障害者の方に対して差別をしないような取り組みを今やっていると思います。これは国もやり方中のチェックリストは作っているか分かりませんけど対応要領に関しては国も
各省庁も独立行政機関もみんな作ってます。まだ全部 100% ではないんですけど、作るように努力義務となってますのでやっていると思います。であと民間についてはですね、民間が対応要領を作れという決めはないんですね。だけど、各省庁、例えば厚生労働省とかいろんな省がありますよね。 通商観光省、例えば観光事業者に対しては通産省が、対応指針マニュアルみたいなのを作って、事業者さんはこのマニュアルに基づいてやってくださいねということは示してます。だから事業者もちゃんとそのマニュアルを見て事業者として、対応するという取り組みはしています。ただ先ほど一番最初に言いましたけど、まだまだこの法律がそんなにみんなに知れ渡ってるわけじゃなくて、民間企業も大手はやってるかもしれないけど、なかなか中小零細の方々に対しては周知が行き届いていない。そこで国は我々自治体に周知をしなさいと、民間も含めて、まあ、今回の研修にお邪魔させていただいたのは皆様に対する広報活動なんですけど、周知をしなさいと、それが我々の都も国もそうなんですけど、周知が義務付けられています。まあ、差別の案件によっては役所だけで解決できない問題がいっぱいあると思うんですね。役所の事業の中の仕事のことであれば、我々はまずその職場の、例えば国民健康保険の窓口に行って、そういうちょっと差別的な取り扱いを受けたり、合理的配慮の提供がなかったというときは、そこの窓口で申し立ていただいて、そこの課長、管理者の責任を持って対応するんだけど、それがダメな場合、区役所の場合は、総合相談窓口として、障害者福祉課で、教育委員会に対しては、指導室とかも受けます。で、役所の中の問題については、そこで解決を図りますけど、ちょっと逆に役所の中で済まない問題もあるんですね。例えば、労働問題とか、人権問題になると、地域の問題になったり、場合によっては国の人権委員会との関係とか、労働だったら労基署とか、やっぱり地域のネットワークで解決していかなきゃいけない障害者差別の案件というのもあるんです。まあ、そういうものを解決していくために、今先ほど言いました地域の合議体である自立支援協議会でまず議論をしていくんですが、そこには国の機関入ってますので、将来的にはそういう案件が出てきたときにはですね、やっぱり地域のネットワーク組織を、当然社協の方なんかもご協力いただかなきゃいけないんですけど、障害者差別をこうなくしていくためのネットワーク会議というようなものも国では計画をしております。で、中国としても、とりあえず今やってみて必要性があればそういうのを組織に立ち上げたいなというふうに考えていると思います。まあ、とはいえ一長一短になかなかなくなっていくものではなくて、やはり地道な努力をしていくということが大事だと思います。よく勘違いされることなんで念押ししたいんですけど、よく街の中で段差があったり、例えば駅でエレベーターがまだついてなかったり、まあ、中国の場合はもう今つけられるところはほとんどエレベーターつけてますね。今つけられないところは構造上変電組織設備があって穴が開けられないとか、そういうところ以外はほとんどつけてるんですけど、そういうハード部分のものができてない場合を捉えて、差別解消の差別に当たるかどうかという考え方があるんですね。これはね、ちょっと障害者差別対象の解消の対象にならないんです。難しい考え方なんですけど、そういうハードの部分とか、先ほど言いましたね、障害者個人から自分の障壁をその場に置いて解決してくれという、要するに負担が重くない限りという範囲の取り組みが障害者差別解消の対象なんですね。ハードの部分を取っ換えるというのは、その個人のもので社会全体の大きな問題なので、これはね、基礎的環境整備という概念があるので、これが例えばできてないから、道路の段差ができてないから即障害者差別だというふうにはならないんです。ちょっとここ難しくてややこしいんですけど、障害者差別解消に対するのは個々個別自由に対して対する対応であって、その社会全体の基盤の整備とか社会の成熟とか社会資本の充実とはちょっと次元が違うところにあるから、段差があるからこれも差別だと、即そういうことではもちろんこういうハード面も並行してやれなきゃいけないいけませんよって法律では言ってるんですけど、ちょっとそこは分けて考えていただきたいと思います。